さて本席はお太一様御年27歳の段その段をお取り次ぎする次第でありますお太一様27歳の段は水古天皇6年4月と9月の段をお取り次ぎする次第でありますこのお太一様御年27歳の頃は 我が国も次第に安定をしてお大子様が道を作りあるいは土木的な作業をなされ寺を建てそうしてさまざまな生活が安定するように民のことを考えられそうして我が国のいわば国家整備にご尽力をいただきそれがすでに 安定期期に入ってくるそういうい時期でありますお大様次に何をお考えであったかといえばこの仏法によって我が国を治めたいそのために御自ら日本全国においてその仏法に王手いく縁を結びたい直接全国を回ってその 仏とも法とも知らぬ人々に仏法を仏法を聞いていくそのようなご縁を結びたいというふうに決意されておられるところであります直接お大師様が全国を回られたいそのように思われになるということはそのための交通手段が必要であります。当時一番早い 交通手段はいわば馬でありますお大師様全国に向けてこの仏法を全国に広めるための優秀な馬を求めたいということを発せられる全国からそのお大師様の願いに応えんとして 百の馬がしかううて、その多くの馬が集まってきたその中にあってお大師様おそらく一頭一頭いわばご検証を頂い,いてその中で全国にわたって向けて仏法を広めるにふさわしい馬はこの馬であるというふうにおっしゃってくださったのが甲斐国。 甲の国から届けられた全身が黒い真っ黒な馬を見られてこの馬こそが我が思いを果たせる馬なりというふうにおっしゃってくださりその黒い馬すなわち黒駒をその百選の馬の中からお選びをいただく。黒駒と申しましまても そのお大地様を乗せていわば何千里も走るに耐えうるような素晴らしい足をしているその馬の足が白い色をしていた足だけが白くそうして全身が黒く輝いているその黒駒をお選びになったのである。 御栄草様にはここに描かれてあるわけであります。貝の国より黒駒が献上されるというふうに書いてありますが、ここに描かれてある熊が馬が黒駒、お大使様が多くの馬から馬の中からお選びをいただいた、その御栄草がここに描かれてあるわけであります。この水古天皇6年4月に黒駒をお選びをいただき、 さらに9月5か月間が過ぎまして献上されたこの黒駒に乗られていよいよ日本純献仏法を直接縁を結んでいただきたいというふうにされてお太師様はこの黒駒に乗ってお勧めをいただくこの黒駒はおそらく 3,000年に一度ぐらいしか追うことができないようなそのような素晴らしい馬であるということを多くの人たちもいいここにおりまする長島るというその人たちも、えー、この馬は本当に素晴らしい馬だ3,000年に一度しか出会うことのできないような馬であるそのようにご算、えー、段をあせられる。 道とせにおうことかたき黒駒ののりの心は今ぞ知るなりそのようにお大師様はお歌いになったというふうに実感でには記されてある道とせに三千年に一度さえおうことが難しい道とせにおうことかたき黒駒ののりの心を今ぞ知るなりのりというのはすなわち馬に乗るという言葉と 仏法のその2つの言葉をかけてお歌いを頂い,いてあるすなわちもともとお大師様はこの馬をお選びになったのは馬に乗ってお遊びに行かれるために選ばれたのではなくしてその馬に乗って仏法をぐずうというそのことを目的として馬を全国から調達をされたでありまするから馬に乗るということと 馬そのものが仏法を開く伝えていくノりそのものであるというふうにお歌いをいただいて道とせに大こと敵黒駒のノりの心を今ぞ知るなりそのようにお歌いをいただいておるところであるその3000年に一度しか大ことのできない優秀な馬に乗られて9月に日本巡見そのようなことを 実行されるわけでありますこの黒駒にいわば金福林の蔵を載せられそうして金の靴は錦の手綱をいわばつけられてその手綱を持った長子丸とそしてお大師様が描かれておるのがこのご縁想であります。お大使様がこの黒駒の黒 に鞭を当てられた瞬間にその黒駒とお太子様とそしてその靴は思った長子丸がふわっと浮いてまるで風のごとくに東の方向に去っていかれたというのがここに描かれている御栄草であります黒駒に乗っておられるのがお太子様靴は思っているのが長子丸この黒駒とともに 雲ににに乗っててここに描かれているののはすでご存知の通り富士山であります。富士山に向かって東の方向に風のごとくに去っていかれたというふうに書かれてありますが東の方向というのはすなわち富士山に向かっていかれたそのように実感伝には記されてある。